失敗する人の気持ちに寄り添ったアドバイスができるっていう、あ、それはやっぱ身近に感じられます。OAB 大分朝日放送が運営する町の専門家サイト、いろんなジャンルの専門家検索やプロのコラムや取材記事、お店の地図なども載っています。大分の専門家コンサルタントを探すならマイベストプロ大分。そのプロたちに会いに行って、はい、でそのプロを感じようと、プロとフィール、フィールをプロとフィール、プロを感じるプロフィールで、その人たちのまさにプロフィールをちょっと紐解こうと、はいはい、いう企画でございます。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。ライブ朝ですよ。朝やけどさ、やっぱそれ久しぶりの撮影の気もするけど、ね、そう、いやな、ここまで評判いいのかな。いやどうなんでしょう。評判いいと知りたいですね。評判がいいのかな。不安やね。まあ大分のプロに会って行ってるんですけどね、はい、今回がちょっとね、俺あんまよくわからないのがね、はい、そのファイナンシャルプランナー様の、今日ファイナンシャルプランナーさん、お会いするプロさんが、はいはい、これまではなんか無知素人ながらも、うん、なんかイメージがつくじゃない、はいはい、まあ、便器屋さんだったりね、こうスーツ屋さんとかだったりするとさ、はいはい、あ、詳しくないまでもなんかこうこんなことかなってなるけど、ファイナンシャルプランナーって言われても、うん、出会ったこともない、そんな人と。そうですね。なので何を聞けばいいのかとかも含めて、はいはい、どんな人なのかもこうやって何も分かってない状態ではあるんだけども、はい、まあさすがに僕も、うん、手ぶらじゃ来ないから、手ぶらじゃ、うん、勉強じゃないよ軽く。ああ本当ですか。ファイナンシャルプランナーって思うの、はいはい、うん、結果分かんなかったね。勉強になってないじゃないですか。なのでちょっとね、それは今日それはもう勉強になってるんですか。もう聞いちゃおうと思って。いやそうですね、それが一番早い。あの直接何なんですかから聞いて、ただほら僕もいい年なんでね、はい、そういった意味ではまあ人生設計とか子供もいますから、はいはい、そういった意味では今ここの看板を見る限りなんかこうお気軽に相談くださいと、家計とか資産、はい、保険、まあ、子供の教育資金とか、この辺、まあ、やっぱ見た上でもよく分かんないから、まあ、なんでお気軽に相談って書いてあるので、ズブズブの素人ですけど、はい、気軽に聞いてみましょう、はい、聞いてみましょう、はい、行きましょう。失礼します。こんにちは、よろしくお願いします。綺麗な人やな。そうですね。お、あの綺麗な人でよかった。緊張してます。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。はい、ありがとうございます。私もいい年なんですけども、はい、人生初のファイナンシャルプランナーという方と会いました。あ、そうでしょう。どんな方なんかなと思ったら綺麗な方でよかったです。ありがとうございます。聞こえませんか？綺麗な方ですよ。欲しいわけね、欲しかったわけですね。大変お気に入り、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、なんかもうてっきりなんかもう堅物の、うん、頭のいいなんかもう帰国子女のみたいな人と思ったら、あの、まあ、頭いいかもしれませんけども、なんかこう気さくな雰囲気があって安心しておりますが、いや私はあのファイナンシャルプランナーでも異色の方なんで、はい、そう、あのファイナンシャルプランナーっていうと銀行出身とか証券会社出身とかですね、なんかそんな硬いあの切れるイメージがあるんですけど、私はあの専業主婦で、あの思いダメダメ主婦で、ダメダメ主婦ってことはないと思いますけど、失敗経験からあの思いがあってこの会社を立ち上げているので、異色だと思います、はい、あ、私たちがイメージする一般的な FP とは違うと、いいことなんですね、はい、でそもそもじゃあそのごめんなさい、本当に素人なもんですから、じゃあその FP ファイナンシャルプランナーというものがどういうものなのかちょっと聞いても。あ、
いいですかね、はい、そうですよね、はいはい、まあ、お分かりにならない方の方が多いと思います、うんうんうん、はい、名前は聞いたことあるけど、うん、なんか何やってんだって思う方多いですよね、はい、はい、あのご相談の内容っていうのは、まあ、具体的にはこんな画面を見ていただいたらいいんですけれども、はいはいはい、家計に関わるあのお金に関するさまざまな相談をアドバイザーとしてお受けするようなイメージだと思っていただいたらいいかな。家計の見直し、あ、家計の見直しももちろんそうですけど、今後の資産設計や、うん、まあ、相続の相談とか、ふるさとの、あの細かいことで言うと、ふるさと納税をどうしましょうとか、はい、イデコをどうしましょうとか、それをより高価な、自分の場合は効果があるのかないのかとか、そういったところのご相談もお受けしたりしますし、はい、もう本当にお金に関する家計の中でお金に関するあらゆる相談を、うん、まあ、総合的な判断でアドバイスしていくっていうふうに思っていただいたらいいのかなと思います。遠い存在の場所かと思ったら、この生命保険とか車の損害保険、火災保険とか、はい、もう身近なもんばっかりやな。意外と多岐にわたってるんですね。そうですね。まさかふるさと納税の話が出るとは思わなかったですけど。今シーズンですね。じゃあ初めて出会うという意味ではいいところに来たかもしれないね。なんかこうそれぞれの専門分野というのを広く見てくれるということですね。そうです。なるほどなるほど。今お家を購入する前に自分がちゃんと支払っていけるかとか、はい、あのそういったご相談に来る方もいらっしゃいますし、あとは、うん、これから結婚して家庭を築いていくにあたって、うん、どういうプランを作っていったらいいのかなっていうところを事前にちゃんと相談に来るしっかりカップルもいらっしゃいます。今見えましたよ、若い方。若い方でも来ます？え、もちろんです。若い方が随分増えてきました。私たちあの若い頃はそんなこと相談しようとか思わなかった。全く考えばったりでしたけど、今でもそうですけど行き当たってばったりしてもうぶつかってそんなばっかしやけど、あ、もう今時代が違うんですよ。今はしっかり計画してそれこそ転ばぬ先の杖じゃないけど、はい、つまずく前にしっかり計画的にあの資産を設計していく、自分の人生を設計していこうっていうのが増えました。僕はもうなんかちょっと気持ち、あのこんなこと言うの初めてなんですけど、あの本当に何も考えずに生きてきて40代で結婚したんですよ、はい、で子供が生まれました、はい、ほんだら初めて、あ、残り20年絶対この子ら食わせなきゃいけないとか、そしたら俺もう70歳やんとか、はい、いろいろ考えたらなんかね、ちょっとめまいみたいなのが何回か年に 1,2 回ね、めまいみたいなのがでもこれで多分人生初のこうストレスというか、はい、喜びにあふれた環境ではあるんですよ、結婚と子供っていうのは。だけど男として仕事してるものとしてなんかちょっとこう先行き不安だったり、どうしてたらいいのかって言ってもそのアドバイスされることなんかないから自分でこう考えちゃってた部分もあるので、ちょっとこれを機になんか改めて人生設計というのか、人生、自分の人生を見える化すると、先ほどおっしゃったみたいな不安もなくなりますし、うん、いくら使って大丈夫なのかとか、うん、いくらつくあの貯めておかないといけないのかとか、そういったところがしっかり自分の中に分かってきますから、逆に人生を楽しむことができると思いますよ。もうあの私はまさにその先ほどの話じゃないですけど、行き当たりばったりでばったり倒れたもうだったので、倒れたんですか？倒れる寸前でしたでも今こうやって、はい、まあ、あのですので、やっぱり逆に失敗経験であの学べば学ぶほど、あの、あ、これもっと早く教えてくれる人がいたらなとか、あ、なるほど、こんなこと知ってたら あそこでつまずかなかったのになって思ったことがたくさんあったんですよね。それでもうあの私結婚した頃はちょっと年がバレるので言いたくないんですけど、バブル世代でして。バブル世代、はい、あの、あ、世間の華やかな頃に調子に乗ってあのお金を使っておりましたので
湯水のようにね、あのバブルの頃の本当にこう、はい、えその頃は大分でしょ、大分でしょ、はい、まあまあ転々としてたりしたんですけど、はい、もうずっと未来永劫このお金が入ってくるものだと思って使っておりました。だそしたらやっぱり子供が成長とともに教育費がかかるようになる、支出が増える、で夫の役職は、まあ、定年になって給料がだんだん下がってくるっていうような形になって収支が完全に逆転したんですよね。その時に真っ青になってもうカードで回していくみたいな状態になって、すごく苦労したんですね。本当に日本はお金の教育とか金銭教育が遅れてますから、もう何の学びもないまま社会に放り出して自分で家計を何とか資産を築いていかないといけないと、知らないことの方が多いので、確かにお金のことを学ぼうとか人生設計しようって僕ら教えられてませんよね。そうですので、なんかこんなこと早く知っとけば、あのもっとあのしっかりお金を貯めてたのかなとか、そういうことをすごくあれ学んだので感じたので、それで私は思いを持ってこの会社を立ち上げて、皆さんのアドバイザーとかを使って、まあパーフェクトなサポートをやっていきますっていう。なるほど。なので僕みたいなこう不安定な仕事もあれば、はい、まあ、サラリーマンさんもいれば農家の方もいれば、はい、いろいろ人生ある中で、はい、どのジャンル、どの人生にも寄り添えるんですか。はい、まあ、あのそれが仕事ですので、その方のケースに合わせてアドバイスを変えていくっていうところは、やっぱりあのアドバイザーではないとできないこと、ネットで情報を取るとか、そういう一般的的な情報だけでは補えないところだと。はい、でうちはあのスタッフがすごくあの異色というかバラエティーに富んでおりますので、うん、いろんなスタッフがいるんですね。資産、はい、資産運用の不動産と運用の会社の役員だったりとか、実際にこの方は八木さん、はいはい、リアルにあのやっぱりやってる人間が多いです。現場をしっかりやってる人間が多い。あのお勉強だけ、資格を取る試験勉強だけでは、やっぱりそれをどう使いこなしていくかとか、実際にどう生活の中に組み込んでいくかとか、生かしていくかっていうところは、うん、実際にやってないと難しいかなと思いますので、割と経験値が高い人間が多くて、さまざまな相談に対応できるっていうのが、ことは看護とか医療介護の経験、現場の人間ですし、はあはあ、首藤さん、はい、あの経営者、元飲食店経営者で、特にはあのその飲食店に入るとその売り上げが大体分かるっていう特技を、お店に入るだけで入って入ったら、席数とか広さで大体売り上げが、メニューの価格とかで、ね、売り上げが分かるっていう特技は、まあ、数字とか計算に強い。あこれ梶原さん、はい、うん、あのもう本当に損害リスク保険っていうかですね、そういったところのプロです。なるほど。このハートサポートさんにそれぞれのご専門家がいるので、まあ、強みがあるっていうこと、だから総合的なアドバイスができる会社っていうところだと思っていただいたらいいかなと。あ、なるほど。割とあの NP って間口が狭かったりする会社は結構あるんですよね。じゃあもう本当にこのハートサポートさんにはもうアベンジャーズが、アベンジャーズ、はい、アベンジャーズいるわけですね。はい、どんな職業のどんな、ね、世代のどんなものの悩みでもいろいろできると、はい、アベンジャーズが対応して。なるほど。先生がそこまで寄り添えたり優しくなれたり、もしくはそのために頑張れるっていうモチベーションの根源っていうのは、あのやっぱりね、相談に来てくださる方の笑顔っていうか、顔表情が変わったりとか、ここに来てよかったですって言ってくださる一言ですね。あの相談者の方に寄り添ってですね、まあ、ここ非常にね、真心を尽くし、ハートサポートですね、真心を尽くし、関わりのあるすべての人々の
幸せの創造を続けるっていうのが、はい、企業理念なんですけど、まさに、ご相談者の方に側に立ってサポートをしていく、プロフェッショナルとしてサポートしていくっていうのが、ハートサポートの由来で、私たち一度思いです、はい、あ、そっか、先生側も真心を持って接するんだろうし、それこそ相談者にとってはその自分たちのこのハートに触れてくれるというか、心の部分を支えてくれるというか。そうですね。これって絶対できないじゃん、うん、もうこういう相談とかプラン立ててもらわない限り、絶対自分のとか自分の家庭だけやとそんなことできないんですよね、うん、やろうとしてても難しいからわからないとか。なので、まあちょっとまずこれ見た方も、まあ、こういうとこがあるんだと一回行ってみようかなと思うきっかけになればなと。そうですね。まあ、まだお若い先生ですから、これからというなんかその大分をとか、はい、いろんな人とかいろんなことあると思うんですけど、これから先生はどうしていきたいというのは。そうですね、はい、もう本当に地域社会に貢献、豊かな地域社会の実現に貢献するっていうのが行動の趣旨にあるんです、うん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 、一つにあるんですけど、はい、やっぱりこの地域にもしっかり根付いて今形ができてきたので、もう少しも皆さんに知っていただいて、うん、役に立てる機会を増やしていきたいのと、やっぱり逆にその若い人間も育って入ってきてますので、スタッフがですね、やっぱりずっと継続してこの会社を継続していくことで皆さんを守っていくっていうのは大事かなというふうに思ってます、うん、なるほど。ちょっとこっから守ってですね、大分を守ってます。大分は人の人生と関わりのある方の人生、豊かな人生設計を守っております。なるほど。そうです。先生たちが守ってくれてるんですね、はい、じゃあこれからもたくさんの悩める方々を救ってあげてください。私も含め、はい、ぜひいらっしゃってください。また来ます。ありがとうございました。子供もこう遊びますからね、はい、子供と一緒に来ても遊びますから、はい、遊びます、ちゃんとちょっと家族でまた来させてください、はい、今日はすいません、ありがとうございました。はい、すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ファース候補、ファース候補、まあファースに言えるとんでもないですよ。これがバースの家の心臓ですね。想像してたお家とかで異常いいですね。そのアベンジャーズを従えるというか、なんか、ね、こういう、そうです、いろんな方 の、 そのアベンジャーを従えるキャプテン本村